待って、チャンピオンシップロードランナーあったな、さっき。これか。SG1000 番やったことないですよね、チャンピオンシップロードランナーは。あ、パスワードいらないよな。え、これパスワードないとプレイできないってことかい？あ、いけるよね。ああ。これファミコン版と全然違うやん、そのマップが、一面の。ああ。落ちるんや。ハローって書いてある。これ簡単なんちゃうの？めっちゃ。あ、そうでもないか。あ、そうか。これ落ちたら終わりやね。落ちたらダメや、これ。一番最後に落ちるんやね、これ多分ね。最初にこの上の二つのやつ取ると。取らなきゃいかんってことやね。もうこれちょっと待って、やばいな。ああ、そうか。ああ、賢いな、こいつ。動きが賢いね。やられるよな。まあ、これ、カサカサって取った方がいいね。簡単そうなんですけどね、金貨6個しかないから。これ、うまくね、あれこう、あれすれば、試行すればいいね。ああ、でも、そうか、来るのか。ああ、この人が降りれないんや。こうなったら、あれ、降りられないって言って上がれなくなるんや。めちゃむずいやん、これ。やっぱチャンピオンシップやね、やっぱさすが。簡単そうに見えてると難しいな。ただこう一番向こう、あ、でもこうなったらもういけるか。下におるから、あいつら。よし。ああ、取られた。ああ、やばい。よし、取れた。これで、あと、その下の二つ取ればいいわけ。ただ、どうやって、これ多分、あ、そうか。これ取れたとしても、一回落ちたら上がれなくなるから。そうか、難しいね、これ。やっぱり普通に考え、普通に難しいわ、このね。これ取れても、これ取れないし、上上がれないもんね。これ穴掘って脱出することもできないし。一面から難しいわ、確かに、これ。あ、もう戻れないもんね、これ、どう考えても。なるほど、これむずいね。これどうしたらいいんやろうな。こっから穴開けて、こうやって穴開けて、あ、開けてからこうやって行って、お、間に合うんか、これで。これで間に合うんか。うーわ、めっちゃギリギリや。こうやってやるしかないんやろうね、これ取るんだったら。
今敵がいるから取れないし。うん。うわ、向こう、あっちから生き返ったか。厄介なとこで生き返ったな。あかん、これダメやな。ダメだ、もうダメだ、これ死ぬわ。残機は多いですね、これね。なるほど、難しいわ。やっぱチャンピオンシップやね、やっぱさすが。